いつもありがとうございます、はい、もうどのくらいに通っていただきましたかね。去年の2月ですから1年ちょっとになります、はい、通われていかがでしたか。はい、私は人生を180度変えようというキャッチフレーズに惹かれてやってきました。実際発声練習も効果がありましたが、やはり一番は先生の前向きな姿勢と行動に惹かれました。どんなところが前向きだとお感じいただいたんでしょうか。先生からいろいろ失敗談を聞いたんですけども、それをくよくよするわけでもなく、常にそれはそれで次につなげるというような意識と、やはりこれだけ先生いろいろ勉強されてるんですけども、さらに上を目指していろいろと勉強されている、その行動力はすごいなというふうに思いました。ありがとうございます。ではこれからさらに何を目指して学ばれますか。はい、このボイストレーニングの発声を継続して続けていくということと、先ほど言いました前向きな姿勢と行動を意識して、これからもやっていきたいと思います。はい、いつもありがとうございます。はい、これからもさらにステップアップしましょう。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。